SNS で知りまして、でその後徐々にキャスティングの発表があったりいろいろな情報が入ってきて、私や大塚さんや山寺さんはやっぱり日本の声優として、あの自分たちが出演した作品がハリウッドで実写化されるというのはものすごい快挙で。香水のお勉強はできてないみたいね、ジェシャ。ルカだ。フルールドシレにローズマリーは調合されてないわ。あれは魔除けの香りだもの。だったらお金は教会にでも寄付することね。それより私の報酬をもらおうかしら。議員、このセンターには子供の誘拐をオートマチックに行うシステムが組み込まれていることをご存知でしたか。この子供たちは孤児ではない。大半が誘拐された子供です。我々はその誘拐事件を追ってここまで来た。ではシステムを考案した者に事情聴取を。これからの活動にあなたの力が必要。私たちに力を貸す。仕事さえしてくれればあとは何をしてもお咎めはない。もう一度言う、私たちに力を貸しなさい。そこを期待されても困るけど、あなたが入ると決めたのならそれでいいわ。忠告したはずですよ、総一郎。このようなことになるからあなたは竜道寺にとどまるべきだと。ではここで死しても構わぬのだな、キャスターのマスターよ。ジョセフ・ジョースター、あなたは1ヶ月間その呼吸法強制マスクをつけて生活しなくてはならない。あなたは100キロ走ってもそのマスクが平気にならなくてはならない。このそれとあと一つ言っておくことがあります。私はあなたの命を助けるために波紋法を教えるのではない。この場で正当後継者に恥をかかせるわけにはいかない。レイナ、天使のいない場所で改めて捉えてやる。レイナ、今一度言う、私と一緒に城に帰るのだ。こちらのオーロには命を助けてもらいました。その恩返しくらいはさせていただきますわ。それに私、こう見えてもナクアンでしたの。戦場では役に立ちますわよ。確かに私はナクアン。でもナクアンにはナクアンの意地がありますわ。違う違う、私のおごりだけよ。ルドルフさんはもう私のものだから絶対安全。あんなアスムなんていう小娘に負けるわけがない。彼女がバスや飛行機でギャーギャーわめくとき、私はその手配と経費を適正に処理できた。だから私は一番ルドルフさんに信頼されていると。力が手に入る。後から来て横取りする気？大した思い上がったこと。ああ、きっと孤独なのでしょうね。ああ、そう。お前を這いつくばらせてみたくなったわ。ダメ。あげるくらいなら私がもらおうわ。違う、逆よ。だってクリフォトの頂上はここからずっと下にあるわ。私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう。